ダイヤフラムの覚え方。さ、ダイヤフラムちゃんは1万3000語レベルですけど、まあおそらく皆さん初見でしょうね、これね。けどまあ推測できますか、これ。そうね。推測する人じゃないか。ね。もうこんな眉毛出ませんしね。リスニングが出るかな。リスニングも出ないか。けどまあ一番最後とかね、リスニングに出てもいいんじゃないですか、これ。How to sing from your diaphragm ってね。ダイヤフラムで。横隔膜ですか。こんな研究に出ないですか。やっても意味ないですか。けどあなたどうですか。適当に新宿行ってね、東横キッズとかにね、横隔膜って知ってるっつって知らないって言うだろうなだって横隔膜って言われてね、知らないとか言われたらもうドン引きですよ、普通だったら。普通の大人はね、だからネイティブに言わせりゃね、ダイヤフラムって知ってるかって言われて、知らないって言ったらもうネイティブドン引きですよ。漢字で書けだったらどう？横隔膜漢字で書け、普通の大人に。まあ書けんじゃない？漢字でも横隔膜だったらギリいけそうな感じしない。膜がきついか。膜って言われてこう書くのきついかもしんないけどね。覚え方いますか？覚え方。もう飽きちゃった。とうとう。もう、とうとう飽きちゃったよ。もう、なんかシコシコ作っても、どうせ80歳でもいかないんだよね。ダイヤフラームよ。ダイヤフラーム。みたいな単語あるんじゃないの？ダイヤフラームにね。まがたこ。ダイヤフラームファンクションダイヤグラム。横隔膜の機能のダイヤグラム。ね。ダイヤグラムってこういうやつでしょ？つって。ね。Diaphragm function diagram. Diaphragm function diagram. Diaphragm function diagram. もうしかしきついな。もうなんか8分以上にしようっていう記録もなくなってしまってね。どうせしたところで 0.1 が 0.2 になるだけだしなつってな、1再生。